朗読、カラマーゾフの兄弟、ドスタイフスキー、前回の続きからです。そんなに心配なさらないでもいいですよ、ドミトリー・フィオドルビッチさん。ドケンジが言って、 書き留めたことは後ですっかりあなたに読んで聞かせます。そしてあなたが不服にお思いになるところはお好きなように訂正します。が今私はこれで3度目ですが繰り返しあなたにお聞きする小さな質問があります。あなたが袋の中へ縫い込んだあの金のことをあなたから聞いたものは一人もなかったのですか全く一人もなかったのですかあれは何とおっしゃってもほとんど信じられないことですよ。 一人もありません。全く一人もありません。私は前にもそう言ったじゃありませんか。あなた方は何にも分かっていないんですね。もう売っちゃっといてください。ええ、よろしい。だがこのことはどうしても説明していただかなければなりません。そしてそのためには時間もたくさんあります。しかしちょっとまあ考えてごらんなさい。3000ルーブルの金を使ったということは、あなた自身が不意調なすったんです。 そればかりがほとんど至るところでそのことをあめき散らしたのです。それだけでも証拠はおそらく何十もあるでしょう。あなたが言われたのは三千で、千五百ではありません。そして今度もまた昨日金が出てきたとき、三千ルーブル持ってきたとやはり大勢の人に言われたじゃありませんか。何十どころじゃなく何百も証拠があなた方に握られています。証拠は二百もあります。 聞いたや1,000人ぐらいも聞いたでしょう。とミーチゃは叫んだ「そうでしょうみんな証言してるんです。そしてみんなという言葉は何を意味してるでしょう何の意味もありませんよ。私はでたらめを言ったんです。そしてみんながその通り言い出したんです。けれども何の必要があってあなたはそのでたらめを言わなければならなかったんです。 そんなことを誰が知ってるもんですか威張って言ったんでしょうたぶんあんなにたくさん金を使ったことを自分が縫い込んだあの金のことを忘れようと思ってたかもしれませんそうです全くそれだったんですええいまいましい幾度そんな質問をなさるつもりなんですあなた方はそうです私はだばらを吹いたんですそれでしまいなんですいっぺん言ってしまってから言い直そうとしなかったんです人間というものはどうかすると ひょっとした動機からでたらめを言うもんです何が人間に嘘を言わせるかということはねえドミトリー・フェオドロビッチさんなかなか決定しがたいことですよ検事は悟すように言ったしかしそのあなたが首につけていらっしゃったお守り袋というのは大きなものだったんですかいいえ大きなものじゃありません そのくらいの大きさです。例えば、百ルーブ紙幣を半分にたたんだくらいのちょうどそれくらいの大きさです。その切れを見せていただけないでしょうか？きっとあなたはどこかに持っていらっしゃるんでしょうから。バカらしい。なんてくだらないことをどこにあるか知りませんよ。しかし、まあ許してください。あなたはどこで？ またたたいつ首から輪外しにななったんです。あなたご自身の申し立てによるとあなたはお宅へお帰りにならなかったんですねええフィオナのところからペルホーチンの家へ行く時途中で首から引きちぎって金を取り出したんです暗がりで何のために明かりがいるのでしょう自分の指で瞬く間にやっちまいましたよハサミもなしに往来で 広場でだったと思いいまます。すどうしてハサミなんかいります古いボロ切れですものすぐ破れましたその後でそれをどこへやりましたその場へ伏せてしまいましたそれはどこいらでした広場の中です広場の中ですどこいらだったかそんなこと誰が知るもんですかあなた方はそんなことを聞いてどうなさるんです それは非常に重要なんですよ、ドミトリー・ピョードルビッチさん。それはあなたの利益になる証拠物件となるでしょう。それがお分かりにならないというのはどうしたんです一月前にそれを縫い込むのを誰が手伝ったんです誰にも手伝ってもらいはしません。自分でしたんです。あなたは縫えるのですか兵士というものは縫う術を知っていなければならないんです。がわりをするくらいには、 何の術もいりませんでした。その材料、つまりその金を縫い込みになった布を、あなたはどこから持っていらしたんですあなたは私をからかっていらっしゃるんですかいや、決してそんなことはありません。我々の心持ちは真面目で、決してからかったりなんかできる心持ちではありません。トビトリーフィオドルビッチさん、 私はどこからその布を持ってきたか知りませんどっかから持ってきたんでしょういずれそれをお忘れになるということはないと思いますがね本当に覚えてないんですシャツか何かを少し引き裂いたのだったかもしれませんそれは非常に面白い明日、あなたの下宿であなたが布を引き裂かれたそのシャツかさもなくば何かそのようなものを見つけることができるでしょう それはどんなボロだったんです。木綿でしたか。朝でしたか。それが何だったか、覚えてなんかいませんかね。ちょっと待ってください。確か何にも引き下がなかったと思うんです。それはサラサの小切れでした。確かかみさんの帽子で縫ったように思います。あなたの宿のかみさんの帽子で。ええ、あの女のところから盗み出したんです。 盗み出したとはそれはこうです。いつだったか私は雑巾にしようと思ったのか、ペン服にしようと思ったのかして、とにかく盗み出したことがあったんです。こっそりと持ってきたんです。それで何の役にも立たないボロ切れが私のところに転がっていましたが、ちょうどこの1500ルーブルの置き場に困ったので、それを縫い込んだわけなんです。確かにその布に縫い込んだのだったと思います。何遍となく洗いさらした、 古いサラサの布です。ではもう確かにそれを思い出したんですね。確かか確かでないか知りません。私はその帽子だったと思うんです。ですがくだらない。それがどうしたというんですそうだとしてみるとあなたのとこのかみさんはそれがなくなったことを思い出すでしょうね。いやかみさんは気がつかないんですよ。幾度も言った通り。 古いボロだったんですよ。全く一文にもならない古ぼろなんです。では針はどこから持ってきたんです糸はもうやめます。もう言いたくありません。たくさんです。みーちゃんはとうとう怒ってこう言った。それにしても広場であの布切れをどこへ落としたか。そんなに忘れておしまいになるなんて不思議ですね。 では明日広場を掃除させてごらんなさいそうすれば見つかるでしょうよ多分。とみーちゃんは冷笑しながら言ったもうたくさんです皆さんたくさんです彼は疲れ切った声で言い切ったあなた方が私をお信じにならないってことはわかりましたちょっとの間もお信じにならないんです私の過失です ああなた方の罪じゃありません。何も出しゃばらなくてもよかったのでした何だって私は自分の秘密をあなた方に打ち明けてしまって自分の価値を下げるようなことをしたのでしょうあなた方にはそれは滑稽なおどけだったんですあなた方の目つきでわかりますあなたが私を釣り出したんです賢治さんもしできるなら勝利の賛美家でも応対なさい地獄へでも失せてしまえばいいんだ あなた方みたいなあなた方みたいな拷問者は彼はうなだれて両手で顔を覆った奉還たちは黙っていたしばらくした後で彼は顔を上げたそしてポカンとして彼らを眺めた彼の顔は今や全く望みない絶望を表していた そして彼はどんなことが起こっているのかほとんど気づかないように黙って静かに腰掛けていたそうしているうちにも彼らはやりかけたことを片付けてしまわなければならなかった彼らは直ちに証人の審問を開始しなければならないのであったその時はもう朝の8時になっていた日はとっくに消されていた 問中絶えず部屋に出たたたりり入ったりしていたミハイル・マカーロビッチとカルガーノフとはこの時また出て行ってしまっていなかった奉還たちもやはり非常に疲れているように見えた鬱陶しい朝で空は一面に暗く垂れて車軸を流すように雨が降っていたミーチャは呆然と窓の外を凝視していた ちょょっと窓外を眺めさせせていただけませんでしょうか。みーちゃは出し抜けにニコライ・パルフェノビッチに聞いた「さあさあいくらでも」とニコライ・パルフェノビッチは答えたみーちゃは立ち上がって窓のところへ行った雨は青みがかった小さい窓ガラスに激しく降りつけていた 泥深い道がちょうど窓の下に見えたそしてその先に雨に煙って貧しげな黒い陰気な人並びの小屋が雨のために一層黒ずんで貧しげに見えたミーチャは金髪のアポロのことやその最初の光線とともに自殺しようと思っていたことを考えた こういういい、朝の方が帰ってよかってかかたもしれないと考えて彼は微笑したそして急に手を下の方に振り下ろして彼の拷問者の方へ振り向いた「みなさん」と彼は叫んだ「私は自分の身が破滅したことを知っています」があの人は「あの人のことを聞かせてください」 お願いですあの人は私と一緒に破滅しなくてもいいと思うんですがあの人は何の罪もないんですよ。ねえあの人が昨夜それはみんな私の過失ですと叫んだ時はあの人は夢中だったんですあの人は何一つしていないのです何にも私はあなた方と一緒にいても夜通しあの人のことを心配していたのです今あなた方はあの人をどうなさるおつもりか 聞かせてくださることはでできないでしょうか聞か聞せてくださらないでしょうかそのことは安心していらっしゃいドミトリー・フィオドルビッチさん。と賢治はいかにも咲き込んだらしい調子ですぐ答えたあなたがそんなに興味を持っていらっしゃるそのご婦人に立ち入ってかれこれ鑑賞する角は今までのところ我々に全く何もないのです。 この事件がこの上発展しても同じことだろうと思いますそうあって欲しいものですこのことについては私たちはできるだけのことは尽くしましょう本当に安心していらっしゃい皆さん感謝しますいろいろなことはありますがそれにもかかわらずあなた方は正直なまっすぐな方々だということは見抜いていましたあなた方は私の心の重荷を取り除いてくださいましたさて これかか。らどうすするのですか私はもう何でも喜んでそうですね何にしても急がなくちゃなりませんぐずぐずしないね証人の審問に移りましょうそれはあなたの面前でやらなければならないのですそれですから先にちょっとお茶でも飲んではどうでしょうニクライ・パルフェロンビッチは遮ったもうだいぶ精を出しましたからね もし下にお茶の用意ができていたら、ミハイル・マカールビッチはきっと茶を飲んでくるために違いないと想像したので正式の朝飯はもっと都合のよい時まで延ばすこととしてみんなで一杯ずつ飲んでそれからその先をどんどんやっていこうということになった実際茶は舌で用意されてあったので間もなく運ばれた。ミーチャは最初、 ニコライ・パルベノビッチが人間に勧めるお茶を辞退したが後になって自分の方からそれを求めてむさぶるように飲んだ彼は驚くほど疲れ切った顔つきをしていたヘルケアスのような彼の力から考えれば一っの徹夜の主演ぐらいはたとえ非常に激しく感情を興奮させたにしても彼には何の影響もなさそうに思われるのである。 しかし彼は自分がやっとの思いで腰掛けているのを感じた。どうかすると自分の周囲のものすべてが目の前で動き出したりぐるぐる回ったりするような気がした。もう少しだったら俺は上言を言い出すかもしれないぞ。と彼は自分に言った。8証人の陳述ガキ いいよいよ証人の問が始まった。しかし私は前のようにあのように詳しく話を続けることは控えることにしよう。従ってニクライが呼び出された人の一人一人に向かってお前は真実に両親に従って申し立てをしなければならない。宣誓をした上でもう一度その申し立てを繰り返さなければならないのだなどと言い聞かせたことも 省くことにしようまた最後に証人がいずれも自分の陳述の長所に調印することを要求したことも省くことにしようただその審問中特に念を押された点は3,000ルーブルの問題であったということすなわち1ヶ月前最初の時ミーチャがこのモークロエで使った金は3,000ルーブルであったか 1500ルーブルであったか、さらにそれからまた昨日の2回目の合流の時は、3000ルーブルであったか、1500ルーブルであったかという問題であったことだけを記しておこう。悲しいかな、誰の陳述もことごとくミーちゃんにとっては不利なものであった。彼の利益になることは一つもなかった。そしてある証人のごときは、 彼ミーチャの話に配置したほとんどをひつぶすような真実を提供した。尋問された一番最初の証人はトリフォンであった。彼は法官たちの前に立っても少しも恥ずかしがらなかった。彼にはかえって被告に対する厳酷な激しい憤怒の色があった。 それは彼に正直さと人格的な威厳の見かけを与えた彼は少し切り口を聞かなかった控えめに質問されるのを待って正確にかつ落ち着いて答えたきっぱりと躊躇するところなく彼は一月前に使われた金はどうしても3000ルーブル以下ではないそしてこの界隈の百姓は誰も彼も ドミトミリ自身が3,000ルーブルという金高を上げて行ったのを聞いたということを証拠立てるだろうと証言したジプシーの娘たちだけにでもどのくらいたくさんの金をまいたかもしれませんあの女たちだけにでもきっと1をなくしていますよ500ルーブルもやらなかったと思いますミーチャはこれに対して沈んだ調子で答えた もっともその時金を勘定しなかったのは残念ですが何分私は酔っ払っていて」。ミーちゃは幕の方へ背を向けてテーブルの脇に座ったまま「えい何とでも好きなことを言うがいいもうこうなりゃ同じこった」とでも言ったような憂鬱な疲れ切ったような顔をして陰気に黙って聞いていた。 ルルーブル以上あの女たちに渡ってますよドミトリー・フェオドルビッチさんとットリオンは断固として反目したあなたがむちゃくちゃに投げ散らしたやつをあの女たちは拾ったんですものあの女たちは盗っ人で悪党で馬泥棒でここから追い払われてしまったがそうでなかったらあの女たちはあなたからいくら取ったかってことを申し立てるところだったんですよ わしもあなたの手にたくさんな金を見ましたよ自分で感情はしなかったあなたがさせなかったからです全く本当ですよしかしちょっと見ただけでわしは言いますよ1500ルーブルよりももっとずっと余計だったと1500ルーブルより確かにわしらだって大金を見たことくらいはありますからね何ほどの金かくらいの判断はできますよ 昨日使われた金額についても彼はドミトリーが馬から降りるや否や3,000ルーブル持ってきたことを彼に話したと断言した「いい加減にしてくれトリフォンポリノビッチそんなことがあったかい」とミーチャは逆らった「確かに俺は3,000ルーブル持ってきたとはきっぱり言わなかったろう」 おっしゃいましたとも、ドミトリー・フィオドルビッチさん。アンドレイの前でおっしゃいましたよ。当のアンドレイがあそこにおりますよ。あの男を呼んでごらんなさい。そして昼まで消火台にご馳走してなすった時にも、ここへ6000ルーブル置いて行くんだと、公然と怒鳴ったじゃありませんか。それは前にあなたがお使いなすったのと一緒にして、と考えなくちゃなりません。ステパンもシモンも聞いています。 それからピョートル・フォシッチ・カルガーノフさんもあの時あなたのおそばに立っていらっしゃった多分あの方も覚えていらっしゃるでしょうその6,000ルーブルに関する陳述は2人の訪韓に非常な印象を与えた彼らはこの3に3足すの6という新しい感情の仕方を喜んだ前に3,000ルーブルそして今度の3,000で6,000 何よりも明白なことである。彼らはトリホンが提言した役者たちをことごとく質問した。